歴代カリフ一覧では、歴代のイスラム教のカリフを挙げる。アブーバクルーマル一世、ウスマーンアリーハサンイブンアリー661年から750年まで14代、ムワーウィア一世、ヤズイード一世、ムワーウィア二世、マルワーン一世、アブドアルマリクワリード一世、スライマーンウマル二世、ヤズイード二世、ヒシャームアリード二世、ヤズイード三世、イブラーヒームマルワーン二世。 アブドゥラーイブン・アッツバイル756年から1031年まで24代、アミールたちもカリフに準ずるものとして扱う。アブド・アラフマーン1世、ヒシャーム1世、ハカム1世、アブド・アラフマーン2世、ムハンマド1世、ムンジルアブド・アラフアブド、アラフマーン3世、アブド・アラフマーン3世、ハカム2世、ヒシャーム2世、ムハンマド2世、スライマンアブド・アラフマーン4世、アブド・アラフマーン5世、 ムハンマド三世、ヒシャーム三世750年から1258年まで37代37人、1261年から1517年まで18代17人、サッファーアフマンスール首都バグダードを造営、マフディハディハールーンア、イコールラシード最盛期を達成、アミーン・マームーン・バイト・アルヒクマを設立、ムータスイム・ワースイク・ムタワッキル・ムンタスイルムスタイン、 ムータッツムフタデムータミドムータディドムクタフィムクタディルカーヒルラーディムタキームスタクフィムティーターイーカーディルカイムムクタディムスタズヒルムスタルシドラーシドムクタフィムスタンジドムスタディーナーシルザーヒルムスタンスイルムスタースイムムムスタンスイルハーキム一ッセイムスタクフィー一ッセイワースイク一ッセイハーキム二セイムータディド一ッセイムタワッキル一ッセイワースイク二セイムルタスイムムムタワッキル一ッセイ ムスタイン・ムータギド2世、ムスタクフィー2世、カーイム・ムスタンジド・ムタ・アッキル2世、ムスタムスイク・ムタ・ワッキル3世19世紀になってから、オスマン帝国のスルタンが、カイロ・アッパース・朝から、カリフィを継承したとの伝説が創作される。1876年のオスマン帝国憲法で、スルタンとカリフの兼任が、民文化。トルコ革命で1922年に、スルタンイーが廃止。 1924年に、カリフイも廃止。イスラム世界公認のカリフは消滅。ウバイドゥッター・カイム・マンスールム・イッツ・アジーズ・ハーキム・ザー。ヒルム・スタンス・イルム・スター・リー・アーミル・ハーフィズ・ザー・フィル・ファーイズ・アーディド・ハンムード家のカリフ以下はカリフを自称した。ものの、イスラム諸国からの承認はなかった人物。フサイン・イブン・アリー9月12日クーデターで、トルコからドイツに亡命したイスラム指導者が、 自派の組織、カリフ国家でカリフ就任を宣言。ジェマレッティン、カプラン・メティン・カプラン・イブラーヒーム、内藤聖典。イスラームテロの構造的要因と抑止対策。平成14年度外務省委託研究、9.11以降の欧米関係。日本国際問題研究所。2014年12月11日閲覧。世界2014年12月号、内藤聖典。 イスラーム問題の縮図としてのトルコより、1980年のトルコでクーデターが発生した後、ドイツに逃れたゼマレッティン・カプランというイスラーム指導者もケルンでカリフィーに就いたことを宣言した。ありがとうございます。